西宮市立大子祖中学校は、兵庫県西宮市に所在する公立中学校。ベビーブームの影響で一時期、在校生徒数が2000人を超えるガンモス校であった。そのため、学年の人数が周りの学校に比べて多い。また、西宮市内の公立中学校ならではの特徴として、阪神甲子園球場で毎年行われる。 西宮市中学校連合体育大会に参加することができる。最寄り駅は阪急紅葉線の紅葉園駅。西宮市立大古祖中学校は1947年に併設された。5月1日に開校式及び入学式が行われ、初代校長に井上定三郎が就任した。その後、校内に中庭芝生庭園や月山造園。 岩石園など、現在にも残る場所を建設した。1967年4月1日に、スポーケン市、ギャリ中学校と姉妹提携を開始した。1998年1月17日に、発生した阪神・淡路大震災の被害を受けて、1999年からは、震災を教訓にした地域とのつながりを深める試みとして、 西宮震災記念飛行園の清掃を毎年本校の生徒が行っている。ありがとうございます。